けったいなモンスターがいそうやわ。タッチに飛翔種を確認しました。これよりライドを敵じゃない反則知識は体の上を見る必要です。ここで仕掛ける。ここまで。消えるな。よし、やっちゃおう。やっ。どこだ。そこ。
頼んだ。少々手並み張って。頑張れ。気負いすぎる。出られる。さあ行くよ。
隠れ家みたいでときめきますな。魔法がなくともたくましく、そんな生活もありなのそや、シンダリゾートの新事業、田舎移住サポートプランとか、問題はないでしょ。不自由という自由を楽しむ非日常のラグジュアリー、理想には程遠いな。案外も仕方ねえ、最初からやり直しだ。なんだあんたら、悪いが今のあんた、その手武器になってるのか。ちょっとよく見せてくれ。接合部のアダプターは汎用か、つまり武器の乾燥可能。傷だらけだ。あんた、こいつをつけたままあちこちぶん殴ったりしてねえか。まあたまにな。そんなことすら衝撃で骨がもたねえ。でも見ろ、ここだ。この特殊なシリンダーで衝撃を吸収しちまうんだ。なあ、どこの誰が作ったんだ。古い知り合いだ。今はどこにいるんだか。ああ、ちょい待ち。できた。悪い悪い、俺は伊蔵ってんだ。究極の武器を目指して試作を続けてるんだが失敗続きだよ。でもあんたのおかげで一歩前進できそうだ。勢いのあるうちに作りたいな。あんたらちっとそこいらで材料を集めてきてくんねえか。ま、材料探しくらいなら手貸してやってもいいぜ。それありがたい。材料の調達場所をメモしておいた地図が物置小屋にあるからよ。まずは小屋に行って地図を探してみてくれよ。この腕にあんなに食いつくとはな。大抵見て見ぬ売りだ。変わり者だ。確かにな。でも俺も丸くなった。昔だったら邪魔くせえってぶっ放して終わりだ。昔だった、過ぎればみんな昔話だ。伊蔵が言ってた地図ってのはこれだな。じゃ早速調達に行こうぜ。
落ち着いていけ。任せなさい。よっ、うわっ、あ、取れた。うわっ、うわっ、よっ、先に行け。もう一丁、おまけだ。終わったな。近くまで来たはずだ。調べてみよう。真剣勝負。くっ、当てる。気負いすぎる。頼りにしてる。せっかい。無茶してきたが、故障を一つしたことに、確かに大したもんだぜ、相棒。集めるぞ。どこに戻るとするか。
揃ったのか。おう、全部あるな。ありがとな。時間があるならちょっと待ってくれ。楽しそうに作るな、おい。物騒な道具だってのによ。そりゃ楽しいさ。好きでやってることだ。それに道具の評価は使うやつ次第。たとえ武器でもな。いや、武器だからこそだな。こりゃ俺の最高傑作だ。あんた使ってくれよ。俺は嫌ってくらい派手に使うぜ。ああ、好きにしてくれ。道具の評価は使い手次第って言ったろ。俺自身の評価も同じだ。俺が作った道具を誰がどう使うか、それで俺の評価が決まる。世間はともかく俺の中だな。そんなもん託すなよ。あったばっかりじゃねえか。その腕のアダプターな。最初にそれを作った職人はさ、あんたの未来を思いながらそのアダプターを作ったんだと思う。今は武器しか選ばないだろうが、半年後はどうだ、3年後はどうだなんて想像してよ。そのアダプターを作った職人の思いに俺も乗っかりたい。その気になりゃ、その腕はでっかい泡立て器にもできる。100人分のケーキだってあっという間だ。ふわふわしたこと言ってんじゃねえよ。いや、それがこの傑作の代価だ。いつかケーキ持ってこい。それまで死ぬな。変なやつ。気が合ってた。ああ、嫌いじゃねえ。